東林閣は中華民国の軍人、満州族、北京政府、国民軍、国民政府の軍人で、兵玉将敗下の13王の保つの一人としても知られる。本名は、領閣。字は肖像。農民の家庭に生まれる。はじめは、学問を志したが、新末の政治変動や、家庭の苦境の影響もあり、軍人の道に転じた。 中華民国成立後に、兵玉賞率いる、第16混成旅に加入する。以後、順調に昇進していった。1924年10月の北京政変後に、国民軍第1軍第11市府標、第21旅旅長町に就任した。翌1925年7月、西北軍第11市市長に昇進している。 1926年の南口大戦では、妖怪によって法天派の軍を相手に激しく抗戦し、有名をとどろかせた。五元受け史を経て、兵玉将が国民革命軍に加入すると、当輪閣もこれに従う。1927年に、監祝郎南陳述試験代理監宿正だ弁を務めた。兵玉将が国民革命軍。 第二集団軍総司令に任命されると、東林閣は第十一軍軍長に任命された。しかし、東林閣は海賊の場中栄軍に包囲されて大きな損害を出し、北伐に貢献することはできなかった。北伐後に兵玉将と小海石が対立するようになると、東林閣も将軍と交戦したが敗北に終わった。その後は、 総鉄元率いる第29軍で副軍長兼軍艦共同団団長を務めた。1933年の頂上公戦では、東林閣も総鉄元を補佐して前線し、最終的には敗北したものの国内世論の称賛を受けた。同年5月に氷玉将がカルガン口でチャハルミン集日同盟軍を結成すると、 東林閣もこれに参加し、第一軍軍長に任命された。しかし、小介席は、表玉省に圧力をかけたために、8月には、表玉省はゲアする。東林閣も一旦は、総鉄源の下に戻ったが、結局はやはりゲアした。1936年、東林閣は、第29軍副軍長兼共同団団長に、そのまま復帰し、 南縁に駐屯した。民国26年7月7日、六甲橋事件が勃発すると、東輪閣ら第29軍の有力幹部は抗戦の意思を示している。総鉄源は、抗戦を決断できずに春重にし、南京の国民政府中央も、この時点での戦闘開始には、消極的であった。やむなく、東輪閣は、南縁をそのまま守備した。 同月20日頃から、進軍してきた日本軍と、東軍との交戦が始まる。圧倒的な兵力、火力の差の中、東輪郭は激しく交戦したが、同月28日、力尽きて戦死した。去年46、31日に、国民政府から、陸軍上昇を追贈された。現在でも、北京市最上区の東輪郭路にその名を残している。 ありがとうございます。